二毛湿原足毛湿原の一足毛湿原は、愛知県と橋市岩崎町にある湿原。愛知県指定の天然記念物。別名、東海のミニヨゼとも言われ、花の百名山及び新、花の百名山に選定されている。湿原の入り口は、そのまま赤岩山へ繋がると与橋自然歩道の一部に、なっている。石巻山周辺の山域とともに、 愛知県の石巻山多部県立自然公園に指定されている。一帯は標高七十五メートルから六十メートルくらいの小高い山の緩やかな斜面にあり、広さは約五ヘクタールである。木の遊歩道が作られており、湿原を一周することができる。湿性の植物が二百五十種類ほど、その他にトンボやカエルその他の昆虫、動物などが見られる。オゼなどの 植物が長年にわたり堆積して、しっかりとした水量を蓄えた湿原とは異なり、チャートの基盤岩の上にあり、岩盤から湧き出してくると思われる水がその上を流れていくような湿原で、滑水の季節には水枯れのようになることもある。ここで見られる植物には、環境省のレッドデータブックにおいて、絶滅危惧種通類に指定されている三河梅ソ草や、風車、白玉星草、 東海古毛戦ご家、耳かき草などがある。豊橋市文化財センターが考古学の発掘手法を応用して、豊橋出現保護の会などと植生など自然環境の再生活動を行っている。ありがとうございます。